種子島宇宙センターがある南種子町で、子どもたちが宇宙人かかしの制作に挑戦しました。これは南種子町にある8つの小学校で行われました。このうち中平小学校では 5,6 年生52人がかかしの制作に挑戦しました。まず竹で骨組みを作り、いらなくなった電気製品や衣服などを使い、想像力を働かせて宇宙人を形作りました。そして独創的な17体の宇宙人かかしが完成し、子どもたちや先生たちも満足した様子でした。撮影は種子島のふるさと特派員西金夫さんでした。